アメリカの政界や学会においていまだにドラゴンスレイヤーとパンダハガーの抗争が続いているとすればその対立の影響力が依然として大きいことが理解できますこの事態について十分な議論が求められます言うまでもなくキッシンジャー元国務長官のような著名な人物に関してはその功績や影響は短い言葉では十分に伝えきれません しかし、台湾問題や彼の中国政策に焦点を当てる場合、いくつかの重要なポイントに特に言及する必要があります。もちろん、最大の出来事は、1972年、彼が秘密に中国を訪れた後、ニクソン元大統領を連れて再び中国を訪れ、上海コミュニケを結びました。 この合意は三角外交をもたらしアメリカソビエト連邦中国の関係を戦略的に構築しましたこれによりソビエト連邦に一定の抑制効果が生まれ後にそれが確認されましたただし注意深く見るとアメリカは中共を引き寄せつつもソビエト連邦に過度に譲歩し台湾を犠牲にしていたことが明らかですその根拠はどこにあるかと言いますとキッシンジャー広くという一冊の本に書かれています この本の著者は、台湾の著名なジャーナリストで長年ワシントンに駐在し、その中でのいきさつや見聞を伝えています。彼は常に両岸産地の政策と相互作用に焦点を当て、約10年前にアメリカ政府が大量の機密文書を公開した際には、それを熟知しました。 彼はこの機密文書を駆使し、特に1968年から1971年までの特定の期間に中国を訪れ、時にはニクソン氏と共に毛沢東や周恩来との会談の記録を残しました。これらの文書は一文一文丁寧に翻訳され、アメリカ側の関連文書も含めて公開されました。未解読のテキストやパラグラフを除いて、私たちはそのすべてを垣間見ることができます。 そこには、キッシンジャーの台湾をひどく裏切って、同時に中共に対する過度な妥協が見受けられます。彼はよく自分の憲法術数や外交手腕を強調しますが、その手法がいかに高度でないかはっきりしています。当時、中共はソビエト連邦の圧力にさらされ、アメリカに対して多くの要請があったと考えられます。しかし、アメリカはこれほどの妥協をする必要はなくても、中共の協力を得ることは可能でした。 彼の過剰な妥協は最終的にアメリカの中共に対する交渉材料を大幅に減少させる結果となりました。この事実は彼の行動が不明瞭であることを示しています。この点について詳細な本の分析からは明確で簡潔な結論が導かれます。これは私が彼に対して指摘したい最初の問題点です。2つ目の事案は天安門事件です。 この事件は人権と尊厳に対する深刻な侵害ですが、キッシンジャーは中国の内政と位置づけ、過度な干渉は控えるべきだと主張しています。この中共がしでかした事件を前に、人権外交なんて語る資格がありますか外国に介入する際、アメリカは覇権を維持するために介入するのか、それとも特定の価値観を守るために介入するのかを検討する必要があります。このの事案への介入が行われれば、 アメリカの世界警察としての道徳的立場は完全に喪失されるでしょう。さらに、キッシンジャーは、中国は私たちにとって非常に重要だと述べています。しかし、この発言に対しては疑問が生じます。なぜなら、1989年から1991年までにソビエト連邦を含む10個の共産主義政権が崩壊したとき、彼が同様のスタンスを取ったのか、例えばソビエトも重要であり、関係を維持し、 平和共存の世界秩序を築くべきだと主張したのかについては不明瞭だからです。これは事実上、民主的な中国を放棄したことと同等です。そうです、重要な出来事は以上の2つです。2000年以降、彼は精力的に活動し、2011年から2014年までの間にいくつかの著書を連続して発表しました。そのうち、初めの一冊が論中国で、次が世界秩序です。 これれらの本で、後にに非常に重要な思想が表現されました。彼は米中の双方が未来の世界秩序を築く上で不可欠な要素であると語ります。そのため、彼は米中両国の指導者に対して、非常に良好な競技と相互尊重の伝統を築くよう提案しています。米中両国は世界を揺るがすのではなく、新しい世界を形成すべきだと主張しています。 これにより、米中両国の次世代が新しい世界秩序を共有できるようになるでしょう。このアイデアは非常に優れているのになぜ実現しないのかについては後で検討しましょう。これが彼の第二の視点です。彼の第二の視点では、既存の強国が信仰の強国に直面する際には緊張は不可避であるが、戦争に発展する必然性はないと述べています。私も同意します。 彼は世界秩序の課題に対処する上で、アメリカが既存の強国や存在する強国と信仰の強国との関係を柔軟にし、抑圧ではなく外交手段を用いて関係を和らげ、変革すべきだと主張しています。最後に、彼は興味深い点を指摘しています。私はアメリカが中国を包囲し、米中関係を中心に外交政策を進めることに反対します。と述べましたが、かつてのソビエト連邦に対する包囲政策を解体しようと思ったのか疑問が残ります。 第二の問題は、あなたが米中関係をアメリカ外交政策の核心にすべきではないという主張です。もしアメリカが本当に原存の強国であり、中共が台頭している強国であるとすれば、最大の挑戦者に対処せずして、外交政策をどのように展開するかが疑問です。最初、メッテルニヒが述べたのは、台頭しているプロイセンやすでに敗北したフランス、そして挑戦を受けているロシアにどう立ち向かうかということでした。 したがって、外交問題に対処する際は、憲法十数だけでなく、我々が言うように一定の道徳的基準も必要です。ですから、中共との友好関係を維持する必要があると主張するならば、既存の共国と対等している共国の間で平和的に共存する道を模索すべきだと述べています。しかし、中共がそうではない場合、一方的にそのように考えることが有益であると考えますか これが私たちが彼を批判する基本的な理由です。それに、彼がそれだけ中共に詳しいのなら、知らないわけありません。これだから奇妙です。私が言いたいのはまさにこれです。彼は共産主義や共産党を理解していないと考えますし、それを完全に過小評価しています。イデオロギーや価値観の対立の重要性に気づいていません。では、あなたは自分の価値観やイデオロギーを守るかどうかが重要です。 彼の後半生を考えると、彼は贈賄とまでは言えないまでも、少なくとも中共の当選と深く洗脳されました。客観的に見れば、彼の行動は中共の勃興に対して不可逆的な影響を与え、中共に奉仕したといえるでしょう。先ほどのウォール・ストリートの話だけでなく、彼は政治的にも不可逆な影響をもたらしました。その結果、中共は彼を古い友人と呼びたがるでしょう。中共にとって 古い友人や良い友人は自分にとって大きな助けになった人物です。彼の現在の行動は表面的には平和を維持しているように見えますが、実際にはアメリカに害を与え、将来の平和を損ない、次の戦争に向けて戦場を準備しているだけです。彼はメッテルニヒの手法を取り入れていますが、そのモデルは共産主義政権には適用できないと分かっているのに、無理に当てはめようとしておかしくなり、全体を歪めてしまいました。その通りです。 私たちの番組を気に入っていただけましたら、コメントを残し、いいねを押して、通知ベルをオンにするよう、ご協力をお願いいたします。長くご支持いただき、ありがとうございました。引き続き、高い品質の動画を制作していきます。